してみて、出す前に自分がどう思ったかと、出してみて何が変わったのかをちょっとこの横3人ぐらいで、ね、実際自分はどう思ったかという話をちょっとしてください。じゃあ一回いきなりですけど、全員出してやってるっていうだけで、なんか伝わっちゃうこともあるんですよ。でまあそれは悪いことが
生懸命な感じが伝わるじゃないですか。別に 何を計算してるのかよくわかんないけど、その雰囲気とか楽しく盛り上がってるんだったら、あ、楽しそうな大学でちょっと将来俺も学芸大に行きたいなって思う高校生がマジで大阪にいるわけですよ。すごくないですか。で、なんかだからね、まあ、言葉の表現もまあ、レポートっていうのは考えてほしいなと出してるんですけど、表現って言葉だけじゃないっていうのね。僕がね、先週びっくりして気づいたんですね。まあ、そんな話なんですけど、まあだから今日もですね、まあ今日はフィールドワークじゃないですけど、何をやるのもやってるだけで誰かに何かが伝わってるっていうことをね、意識すると行動変わるかもしれないですよっていう話で、今日のお題はですね、テキストを送りてごめんなさい、ダウンロードできてないって言います。ダウンロードできていない、する環境がない。
っていうのがこういうことなんだ。だ外れるっていうのはどういうことなのというのをちょっと、ね、体感してもらいたいと思うんですね。で今日はですね、まあ、その登場人物じゃどんなやつなのか知りましょうよという話なんですけど、ちょっとテキストを見てほしいんですね。で今日のテキストはですね、まあ、電球図っていうのは何者かっていう話が、まあ、1ページ、2ページ書いてあって、3ページにからが、まあ、今日も本番なんですけど、まあ、低気圧と高気圧なんですよ。で4ページがその生い立ちの性格だとあるんですよ。でこれをね、2年前までは僕が1時間ここでこうだよって話してたんですよ。話してたんですよ。けどそれやると前の人半分ぐらいは結構まあまあ、あ、なるほどなるほどって聞いてくる人多いんですけど、後ろに行くほど寝る率高くないこれでもしょうがない。なんで俺もね、もうちょっとうまく言えば後ろの人も寝ないんじゃないかとか、こういろいろ頑張ったんですけど、これどう思う？2年ほど続けてみて限界なのか、ね、そんなに何て言うかな、どういう説明なんでも刺さる人には刺さる、そうじゃない人にはまあ結局そうじゃない人が結局出ちゃうんです。でじゃあね、俺もちょっと考えたんですけど、じゃあね、もうみんなが説明したらいいんじゃないかと思ってですね、今日はですね、今から班を分けますけど、その班ごとにですね、この3ページではこの班が説明してくれるという感じで分けていきます。いいですか？はい、ね、まあ、今日は特にね、どっちが先がいいとかあんまり差ないですけど、まあ、大体ね、6、7人ぐらいがいいと思うんですよね。じゃあね、これ今合計何人なの？列でいきますか？この列でいきましょうか。はい、まず最初のね、3ページ目、まあ、一番簡単なところでもあれだよ、前田さん前に行ってよ。3ページ目は低気圧と高気圧ですよ。まあ、この3ページ目についてどのポイントを伝えたら次の人が展開やりやすくなるか、まあ、でもこれ今日こんなのでこれ一番と絞られると思うんですけど、どこをどうするかとかは任せます。この6人で誰かどうやっても6人全員でどういうふうにドメネするとか伝えるのか、誰かが A 回でもいいし、誰か1人が伝えてもいいですけど、それ任せると思います。じゃあですね、じゃあ1列目が入ってもらってね、2列目いきましょうか。2列目はですね4ページ目ですね。はい、
完全に、あ、これなら納得できる。この残りの40人全員に対してちゃんと分かってもらえる、これこの説明だっていけるっていうのを作るんです。でも量にしたらこれだけですよ、それだけの話だし。でまあでもここは一応前の話をちょっと踏まえてほしいんですね。あのちょっと前までちょっと見た方がいいとは思いますけど、まあどういうか分かる。さあですね、ここはどうしようか。はい、じゃあまずここですね、この3つ目、この3つ目、これ8ページのですね、先週いらっしゃいましたよね。先週いらっしゃったじゃないですかね、意外としょぼかったなんだろう、偉い、思ってたの。これの話です。で、ここはね、話題以外のことで、任せます。ここは、例えば俺のテキストなので、俺の番組紹介してますけど、番組から撮ってきてもいいし、ググって他の話を撮ってきてもいいし、先週の内容の話を撮ってきてもいいし、何でもいいです。話題はどうやってやるのか、分かるんですよ、はい。で、何を伝えた方がいい。で、これは今日のレポートに直接関係ないんですけど、ないです。ないですけど、これは知っといた方がいいんじゃないかっていうことを選んでます。これは他の皆さん、レポートじゃないかもしれませんけど、知っといた方がいいよということを選んでます。はい。そして最後のこのチームはですね、このチームは、どうしようかな、ドラマでは、前のクラスでやったんだけどね、自分は誰に何を伝えようと思うかっていうのを、それぞれ言ってもらったりして、それをみんなの前で。今日はね、テンポを全員出すんだよ。誰に何を伝えるかっていうのも書くじゃないですか。そのテンポ、まあ、とりあえずその6人が言ったことは、なんかプラジェクトだとするかなというお題もいいかなと思ったんですけど、まあ、単純にね、後半、11ページにですね、これルール説明です。言ったら。でもこれのルールに従っていかないと、まず最初のミッションが解けないので、これを説明するっていうのもあるから、どうしようかな。ここに当たった人はね、この最初のテキストが多分一番楽勝になる人に説明できると思う。これ当たった方がいいっちゃいいかもしれない。どうしよう。まあ、こっちの人は電気でいきましょうか。電気のルール、こうやれば書けます。まずルールはこうしてくださいね。それと、こっちはこういうところにあります。こういう手順で言うと、こっちが書くと、こっちが書くという話ですね。それでいきましょう。はい。どうせ、はい。じゃあ、しばらく時間取りますので、どう説明するかを6人でまとまって話し合ってください。どこにまとまってもいいです。自由にまとまってください。はい、6人全員でまとまってください。どこにもいいです。
中心に収録していこう。ちなみにね、大阪教育大学附属高校だから、まあ学芸も教育学部とか。Thank you.
じゃあ行こう。
ちゃった人は参加してないではないので、常に相手の発表は全て自分のことだと思って聞いてください。はい、あの10分後の自分ですからね。わかります。はい、楽したい。早くなるよ。
あの聞いてる人は自分だったらどう表現するのかっていうのも考えてください、ね、自分だったらかもしれないんで前にいる人は自分のことだと思ってくださいね。さあどうぞ、いいですよ。はい、
水が出てますよね。ってことで、雲の正体っていうのは 水とか氷なわけだっていうのを、伝えたいんですけど、まあ、それは、はい、ぜひ山の上に登ってみてください。山の上に登ってみて、ガラスか何か持って行って、そこで雲のところをちょっと歩くんですよ。そうすると、水滴が付くんですよね。あれを見ると、分かる通り、気体じゃなくて、液体とか固体じゃないと、色はつかない、白くならないっていうのが、まあ、ぜひ感じてもらえると分かるんじゃないかなと思います。はい、そうやって雲ができるから、低気圧の周りでは、低気圧の周りでも、まあ、天気が悪いと、はい、いうことが、ちょっと、その周りかもしれないんですけど、すでにしていただければ。
として天気が悪くなるっていうオチのとこまでもうちょっとスッキリしたかったな。いや、あの、はい、俺はあの図の使い方がちょっと違う。なるほど、はい、なるほど、結構根本的なとこですね。どういうことですか。いや、低気圧が引っ張ってくれてるから自分たち乗ってるのが軽くなる、はい、どっちなんだろうっていうのはこっちの疑問に思ってるので。なるほど、まだ、定まってないところで。なるほど、はい、まあでも現段階の咀嚼としてはこんな感じでまず伝わるんじゃないかなって、まあ、始まりから伝わると思うんですけど、ちょっとスッキリしないところも、はい、はい、でもいいです、ありがとうございます。いいですよ、はい、ありがとうございます。
ここを落ち着くのが全ての場所で自然でしょって話です。こう動くのは自然でしょ、こう動くのがお互いいいじゃない。こうがいいじゃないって話を、まあ、してたんです。で、その先は、まあ、雲がどうしてできるっていうのは言ってましたけど、雲はこれ、絵をね、まあ、この水平の上に描いてくれましたけど、これあくまで大気の中で作っている話だっていうのがね、そこは結構大きい話ですね。あくまでこんなんです。はい。この中で、ここはたくさんの水蒸気が溶けてる。気温高い。で、それを無理やり持ち上げようぜって話なんですよ。持ち上げたら、いきなり冷たい世界に連れて行かれるわけです。冷たい世界に連れて行かれるのは、まさに最後まで凝結しますよとか、その都度できますよとか、吸熱パックに水滴つくじゃないですかとかって言ってましたけど、まあ別にこれに、ね、なんかジュースがあったら、その表面に水滴つくじゃないですか。あれでいいわけですよね。あれを無理やり冷やしてるんです。中の水で。でも、同じように無理やり冷やすってことは、こうやって持ち上げるってこともできるよねって話なんです。それが起こってる場所はやっぱり雲できちゃうよねって話なんです。天気悪いよね。まあ、これだけのことなんですけど、僕もね、別にその説明が全てだと思うんで、一番いい説明かどうかっていうのは、人によるかもしれないですけど、まあ、割とシンプルな話なんです。低気圧と高気圧がありますね。で、超簡単な話なんだけど、ね、人によって受け取り方が全然違うっていうのがまず分かりましたね。で、じゃあ誰に何を伝えようとするかによって、結構表現変わるんだなっていう話は、すげえよく出てたと思うんですね。じゃあですね、まあ、いよいよちょっとずつ話が進んでくると、どれぐらい変わってくるかね。その差はもっと歴然としてくると思うんでね。じゃあ2列目いきましょうか。2列目はですね、はい、どんな話でしたっけ。じゃあ2列目前で、あ、消しちゃっていいですよ。はい、どこから始めましょうか。何で悩んでます？さあどうぞ。はい。はい。お題は何ですか？まず大きなテーマとしては何を据えてますか？
会にしたかった誰が喋ってもそういう解説をするその辺にまとまったらはいはいはい、なんか聞きたいことある人いますじゃあもう一回出しましょうかじゃあちょっとさっきと同じでいきましょう全員だったらまあ伝える中身は割と簡単なことを言ってたのかもしれないんですけどこういう説明をするって全く同じ話だったっていう人は座ってて。なんかちょっと違う表現が伝わりやすいんじゃないかなと思った人はちょっと教えてあげてください何でもいいですこの部分はこうしたら何でもいいですここがよく分からなかったっていうのでもいいんですけど何かあります？何でもいいですはい、何ですか、まあ、単純にその、まあ、言葉だけで説明されたっていうところがあると思うんですけど例えば、うん、その環境短期で、まあうん、できるとかっていうのっていうのもある程度バックグラウンドを分かってる人じゃないと例えばいきなりあの子供たちとかに理解してみろって言った時にそのじゃあそういうのがあるからそうできるんだよっていうところまでそのある程度基礎知識を分かってる人じゃないとなるほど、はい、言葉はまあいいとして、はい、表現もまあいいとして、はい、ある程度分かっていると。なるほど。はい、あえてそれは省いたんですか動きというか。
衣装があったり何だったり、いろんな表現とか世の中にありますけど、文字だけじゃないわけですよ。もっと言ったら、どこでどういう声を出すのか、どういう大きさにするか、どのテンポにするかとか、いう話を全部表現なんですね。じゃあ、地球の上でしょうね。まあ、至る所で電気圧の光景とかあるわけです。だって着地してるんですよ。あ、そうですね。さっきの話から出ればいいと思う。で、じゃあどこにでもあるんだけど、熱帯にある電気圧と、北極の方にある電気圧と、話違うでしょうよ。じゃあその間にある電気圧も、ちょっといろいろ話違ってくるんでしょうねっていう話を、がまず最初にあるんです。それで分かりづらい。生まれが違えば、性格違うじゃないですか。どこ出身かわかりませんけど、どこ出身ですか。はい、山梨ですか。山梨って言ったら、まあ、雪大変ですね。経験することは違う。経験することは違うと、考えることは違うんですね。性格変わってるんです、そういう人。全く雪を経験したことない、沖縄の人。文化が違うんですね。で、じゃあ暑い人たちは何を求めているかというと、まあ、太陽に近い、太陽から、ね、エネルギーをたくさん受けるかと言いますけど、恵みではあるんですけど、この人たちは暑くても待ってたんですね。ちょっともらえすぎたもん、もう他で何とかしましょうよ。これ高さじゃない。さっきの高さは高さですけど、今度はエネルギーのもらいすぎの高さなんですね。でも俺ら全然もらってねえじゃんって言われてる。はい。これも是正しようじゃないか話になるわけだ。だってこっちにずっと冷たい、こっちにあったかいのにずっと溜まってるんです。おかしいな、安定しない。まあ別に暴動まで来られないかもしれないけど、お互い何とかしてほしいと思ってるので、ちょうど真ん中の温帯というところに取り持っていただいて、まあ、ちょっとずつ混ぜていこうと考えるわけですよ。ところがですね、まあ出会って一体混ざりゃいい話なんですけど、そう簡単にいかないわけです。簡単にいらない理由は、いや、そこの話にはね、前線ができますよと言葉では書いてある。はい、前線ができるということは境界だ。この二つは交われないって言ってるんですね。わかります。こっちから冷たい空気が来ました。こっちから暖かい空気が来ました。交わってその何ですか。カフェオレみたいになれば、マイルドになれば、いい話じゃないですか。だけど、始まらないわけです、いきなりは。これ何ですか？ね、マーブルしたいわけですよ。いずれはマーブルしていきたいわけです。そうすれば、格差が冷たく、冷静さが増えるわけですよ。あったかいこと言って、冷たい空気と密度が違うんですね。密度、同じ空気なのに密度違うんです。分かります。今ここクーラー入ってるんですか。でクーラー入ってる、まあ、例えばデパ地下とか入るときにこうドア開けますね。そう、あ、空気違うってなります。こうパパッと開いて、あ、空気違うってなります。これ境界があるんですね。マークを探したぐわーっと入ってきて、だんだん変わっていってんじゃなくて境界ができてるんですよ。これ冷たい空気が重いんです。で、あったかい空気は軽いわけですよ。密度が違うので境界ができるんですね。それが全然頼ってあるんです。で、いきなりぶつかっても電線ができちゃうだけなので、この格差はなかなか是正されないんです。とこの後
ね、3列目、4列目の話で、あ、デルタ君、こういうことがこれでマークルされていくんだ、マイルドになっていくんだというストーリーが続くから、ここに大事なんだ、そういう話なんですよ、超大事なんです、わかります？いや、うちはつなぎちゃうのはなんかこんな簡単なので、いや、もっとやったみたいですこう押さえてないと次出ないんです、何のためにこんなことが起こんなきゃいけないのかって、ね、これ根本がなかったらその次のこと意味ないの、はい、じゃあいきなりぶつかるけど、ごめんね、はい、いきなりぶつかるけど交わりませんと言わないんですけど、ここをマーブルしていくために生まれるやつが温帯低気圧なんですね、温帯で生まれる低気圧っていうのはこれを混ぜ合わせるのが使命です、ここで生まれたやつとは使命が違うんです、なぜベイクが違うんですか、覚悟してるの、与えられるミッション違う、でここでできたらじゃあどうなりますかっていうのが次のストーリーですね、はい、いやー盛り上がってきました、はい、3列目超大事なところでございます、はい、いやーもう全然頭おかしくないなと思ったけど割とレポートはまともだったんですが、さあ大事な3列目でございます、はい、いや結構まともなことを気になられてくれると思うんで、はい、さあどうぞ行きましょう、はい、はい、いいよ、行きましょう、思いっきり行こう、思いっきり、はい、はい、はい、スキーを上げたらね、はい、
台本打ちですよ。社内系に向かって言ったのすると、あ、もう一個、はい、で、説ですね、別な説か、じゃあ、ちょっと失礼します、はい、面白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 い、はい、僕が、冷たい、あったかい時で、こいつ、冷たい人の中では、冷たいやつ、この子、冷たいやつほら、で、ほら、これが、温帯低気圧ちゃんで、温帯ちゃんです、こういう、こういう感じで、暴れないんですけど、ちょっとやんちゃになってきて、なんか暴れ始め
あなるほど。ずれ方の向きがいつも決まってるわけですか。はい、そうですね。なるほど。わかりづらい。真壁はいつも右手が勝ち、みたいな。そうですね。右手が強いですね。面白い。あ、いいですね。はい。という感じです。どんな感じ？そんな感じ。はい、ありがとうございます。どうぞ。実演いいですね。新しいね。これは、俺もね。いや、俺らもだ。こっちはどうかというと、こっちにむしろ回る。東に置いてない。
¡Gracias!